新エピックガチャ、どちらかしか獲得できません。今回のルールですね、今からどちらからかガチャを引きます。10連ずつ引いていくんだけど、はい、今回来た3選手のエピック選手、1人でも出たらその時点で終了になります。ということで、まずはですね、はい、選手入場。はい、ということで、まずは総合値102でセンターフォワード、なんかブルーロック以来ってこと。そうだ、買いましたもん、あの潔陽一用のやつ。そうじゃん。で、能力こんな感じでございます。もういつも通りオフェンスセンス、カンスト99、スピードこんなあったんだ。で、決定力はもういつも通りあるっていう感じで、まあ、パスはあんまないね。逆に決定力ちょっと下がってない？あ、むしろ下がってるか。急振りでこれだもんね。フィジカル74、ボディーバル88、はい、まあ、キックとかジャンプもまあまあありますということで、スキルはアクロバティックシュート、コントロールループ、闘争心、ワンシューヘッダー、ワンタッチパス、PK キッカー、ライジング、エアバトルで、最後に多分フェノメナルフィニッシュかな、がつくということで、いいよね。はい、ということでラウールなんですけども、セカンドトップで総合値102ということで、能力こんな感じです。オフェンス91で、ボールコントロール97、ドリブル89の、ボールキープ92、グランダーパスが82、あと高いところは決定力93で、スピードが82の瞬発91で、キックが83ありまして、あと高いところはボディバル84のスタミナ84ということで、ということで、あとスキルが、まあ、いいところのスキルで言うと、ワンシュー、まあ、ミドル、アウトスピン、まあ、あとヘッダーとかかな。スキルはちょっと微妙かもしれないよな、このラウール。ただ、2列目なのはめちゃくちゃいいな。ストイコビッチがトップ下での総合値102ということで、ナンバー10で来ております。はい、で、能力、こんな感じでございます。いや、高いんだよな。ストイコビッチが一番、ジーコだわ。ジーコだ。能力値。ボルコン99、ドリブル97、ボールキック99、で、グランドアパス95のクライパス91ということで、で、まあ、決定力もまあまあありつつ、プレースキックも蹴れて、スピード82、瞬発89のキック87で、まあ、ボディバラも80近くありますし、スタミナちょっと低いか、ね、まあ、だけナンバーテンならいいのか。ちょっとボディバランス低いな。これちょっとさ、ドリブルせっかくこんな高いのに、キープはできんだけど普通に吹っ飛ばされるってことでしょ。いや、確かに。で、ドリブルに関してはこっちは振りすぎ感ない。いや、12はね、振りすぎだって、カンストしちゃってるもんね、ボールキープも。これでもいいね。いいね。ストイコビッチなんかちょっと欲しいかも。いや、結構強い、ね、なかなか強いので、スキルダブルタッチついてます。で、あとミドル、うん、で、ワンタッチパスあって、アウトスピンもあって、で、足裏コントロールもあって、スルーパスもある。いいじゃん。え、いいの。ということで、じゃあまずはルーレットだな。ルーレットいきましょう。どちらから引けるのか。さあ、ということで、どちらから10連回すか、いきます。重要だよ、これは。マジ重要。おー、イエーイ。え、誰、え、狙い、うん、ストイコビッチだよな。さあ、一発目で、コナメさん、お願いしますよ。やめてくれよ。え、長い長い長い。あー、ハイライト。おいおいおい、俺もさ、ルンメニゲあの時確か一発じゃないか。あ、ルンメニゲ一発だったかも。いや、そうだよ。てか俺結構ね、一発で行ってる時あるんだよね。俺もうあれトラウマなんだよ。クラマリッチ、今回レベル上限とんでもないやついいんだよね。それでは私も課金をしたてでございます。そうだ、コインが有り余るということでね。だけど有り余ってる時、コナミさん結構ね、しぶってくる可能性あるから。カモが来たなと。行きましょうか。カモられて、カモられて、カモられて、線を来たよ。あ、あー、ハイライトか。おー、危ねー。マジか、ちょっと赤いからさ、ハリー・ウィルソン。髪型もなんかちょっと似てるしな。ラウール来たかと思ったよ、俺。それはちょっと勘違いするわ。だけど、ハイライト貴重だからね。ガチャ券になるから。なんか、もうそれしか考えないよ、俺。もうハイライト来たら俺全部消すつもりでいるから。どれだけ稼げるかっていうね。怖い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 。だけど、もうハイライトだけで嬉しい。もう俺、ハイライトとかあれだからね、GP にしか思えてないから、今、頭の中。怖いよ、白やめて。怖っ。だけどもうここになってからないんだよな。マジで怖えわ。あ、これあれじゃない、ジョーダン・アユーじゃない。ジョーダン・アユーです。浜崎ね。カリスマ。カリスマね。ギャルのカリスマね。ギャルのカリスマやばいだろ、このか。いきます。沼りたかねえよ。お、ハイライト。ユニフォーム何色？白がいいでしょ。赤か。うわ、これ違うな。てか赤ありそうじゃない。え、これだってポルトガルっぽい色してるんだよ。あー、じゃあダメだ。ユーセフ・アン・ネシリ。あー、いたわ、ボックス見てるとき。星5ということでね。星5大事だよ。だから、ターゲットも大きい気がしたんだよな。だけどダーティングついてるっていうね。ターゲットも投げて縦突破するから、ドリブラータイプなのかよっていうね。ウステキセイサイドハーフまであったからね。いや、わざわざ開けてあそこで使うやついないだろう。ターゲットは2周でダーティング。静かです。これはないっしょ。ちょっとさ、2025というか、あの新しいのに向けて取っとき、え、赤だよ。ああ、はいはい、
絞り取ろうとしてる。デパウル。だデパウルはもうハイライトいるからな。デパウル髪型更新されてる。何か分かんなかった。確かに。さあいきます。沼ってる。うわ絞りかす集めてる。おい勝負だよ。おお酒かすはずないでも何しようとしてんねん。まったく。おお入ってきたわ。マジか。歌姫。歌姫来て歌いそうだな。最高。もう40連目です。ここで聞いとけばまだ1万コインは残した状態で。え来ないよね。来ないよね。うわもう色ちげえもう。バルセロナ。バルセロナだ。組んで星5じゃん。え、でも、はい。通常はダメ。通常意味ないのか。ああ、そうか。そう、それができたらさ、通常買って売るっていう。そう、それできるわ。え、なんで俺らこのガチャでこんな手こずってるの。あそういや、さっき40ぐらい開けたから大丈夫かって。38開けたのよ。バリに消した後で来んだよ。話が違えな、コナミさん。おい。せの、赤、ラフールじゃね。ハイライトです。おい背番号7まで一緒だぞおい。先輩明日の髪型決まりました。やばいだろこれ。結構キュアまでいってんぞこれ。どっちもすごいよ。いやどっちもやばい。レッドからモヒカンにしたのか。どっちがいいとかねえな。あじゃあブリントで。ブリント、ブリント確かあれだよね、前行かれてるやつだよね。あんまないでしょ。50連目ニュヤ、はい、ニュヤンスがやばすぎだろ。なんか金。いやない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 。もう結構引いた。お、線来た。やめて。これ白だ。やば。うわハイライト。まあいいや、ガチャ券。え、これあれじゃない？何？55じゃん。あ、そうだ。こいつめちゃくちゃレベル上がります。だからタレントポイント確か110何くれた。めちゃくちゃ尖ったような育成できるんじゃない？そうだね。そういう選手ちょっと消すの。だからどの能力でもマックスいけるかもしれない。いけるな。あ、確かに取っといてもいいかもな。あれ？え、ちょっと待って、マジか。マジか、コナミ。いや、マジでね。いや、これ、マジで最後に絞り取ろうとしてるわ。やべえ、リュジが、バカに睨みつけられてる。やべえ、リュジが、バカに睨みつけられてる。さすがに来るだろ。これ、もう60連目ですから、さあ、行かせていただきますよ。これは取ったでしょ。え？マジ？来ない。てか、そろそろ二人以上確定のやつが来てもおかしくないぐらい。あ、やばい。あ、でも線来てないもんね。来てない。白だ。ゲーム1本変えますよこれ。え、変えるね。メスロドリゲス来てる。めっちゃ目立ってるわ。なんか先輩持ってんのにはめちゃ強い。本当だよ。ストイコビッチとインザーギーダブル取りです。え、だけどさ、マジありそうじゃん。ほっ、うん、あそうだよね、それはまあいったか。いやでもちょっとダブルではないか。インザーギーだ。色で分かった。一人か。え、スキルどんぐらい被ってんだかね。だけどあれか、スキル追加は俺してある？してない。してないか。あ、じゃあ別にいいのか。まあでも、よかったらラウール来なくて。確かに。だけど、足早いインザーギだもんね、こいつ。そう。結構ちょいごい。いや、結構いいかもしれないな。ちょいごいよ。はい。ということで、インザーギ来ました。え、みんな。うわ、だいぶ引かされたな、俺。俺。6000もコナミさんに、ボケ？上層部、会食で高級料理屋、一品で使い切るわ。ということで、僕の方はちょっとインザーギをですね、育成をしてスカッと発表したいと思います。行きましょう。はい、ということで、スカット紹介したいと思います、うん、フォーメーションは 4-2-3-1、 ショートカウンターゴールキーパーシェフ、5番左からラー・マルディーニ、トミヤス、ビサガ、ダブルボランチ、カズミーローとビエラ、左サイドハーフ、ポジションを追加しました。おー、マラドーナ、そして闘争心も入ってます。そしてトップ下ベリンガム、右サイドハーフにニコ・ウィリアムス、そしてセンターフォワードインザーギで、ベンチメンバーですね、まあ、ちょっとインザーギはもうずっといるんですけど、一応センターフォワードの替え、まあ、2トップにすることも考え、フォワードもある程度連れてきました、ね、ハーランド、クライフ、キングメッシ、ジョルジーニョ、リベリ、カマビンガ、ジーコ、デニューソン、ベッケンバウアー、デブライネ、トラオエ、フリットで、インザーギの能力なんですけど、こんな感じに仕上げてみました、まあオフェンスセンサー99、そして決定力91、うん、ちょっとここ抑え気味ですね。でスピード92、瞬発96、キック力は88、フィジカルは少し上げて74なので、ちょいゴリいけますね。でボディーコントロール88のスタミナ91ということで、でフェノミナルフィニッシュがつくということで、ちょっとね楽しみですね。エアバトルもオフェンス99ってなかなかいないからな。結構ね動き出しがやっぱいいと思うんだよな。そうだね。ということでこんな感じでいきたいと思います。かしこまりました。
私のスカットを今回こちらで行かせていただきたいと思います。はい、フォーメーション3133の、ショートカウンターということで、ショートカウンターということで、ゴールキーパーペダッシュン、そして3バック左センターバックにワンダイクセンターバックにワンダイクまさか今横目行ってた、流し目来た、流し目行ってた、うん、京都からありがとうございます、わざわざ京都からでは流し目と言ったらね、舞妓さんみたいなイメージ、あーそういうことか、白塗りにしてきた方がいいってこと、ぜひ、肌めっちゃ荒れるらしい、余計に荒れるのちょっときつい真ん中センターバックにアラウッホー、そして右センターバックにトゥロン、そしてミッドフィルダーがこちら4枚で、左サイドハーフにベイル、そしてセンターミッドでスティーブン・ジェラード、そして DMF でマクラレー、右サイドハーフにフィゴ、そして3トップ、左センターフォワードでキリアブンバッバイで、右セカンドトップでタキトーさん、そして真ん中センターフォワードにラファエルレオン、そして真ん中センターフォワードにラファエルレオン、たまになんかちょっと癖のある編集だとキラーンって入ってるからで先輩が横見た瞬間にキラーンでピカピカしてるんだよ。でサブですね、レッグそしてベルゴミービエロ、そしてフレンキーディオデルベロピッピッペドリ、そしてネイマーエルリベリー、そしてカミノコメッシからのカガミカルアイルメリゲイアンドリチェフチェンコ、フォーメーション変えましてこれで行かせていただきたいなと。いやちょっとね、マラドーナさん降臨ということで、やっと左サイドハーフエディス。でもね、インザッキーをまず注目していただきたい。まあそこがね、そこが一番大事ですから、今日ということで、はい、試合の方やっていきたいと思います。行きましょう。だってあそこ左サイドハーフでいけないってなると、トップ下で無理やり置くしかないもんね。ちょっと内側に詰めて、ね、ベリンガムを使ったの左サイドで。いやだってベリンガムやっぱトップ下の方がね、うん、なんかやたら長えさ来てんなと思ったら、なんか選手交代するとき高確率でこれって言います。いや俺全然気づかなかった。いや俺も今言われて全然気づいてないんだけど、いや本日のやっぱ選手交代これに注目しましょう。うわーえやだな俺これでこれっつってたらえなんかやだねこのけ全然いや俺も全然わかんないんだけど、え言ってるかな、プレイヤーの共演を堪能しましょう。え、これでこれってめちゃくちゃ言いまくってたらさ、確かにほんと恥ずかしいわ。インザーギね、インザーギ、インザーギ、インザーギバーサスアラウホ、アラウホレオン抜けた、えしかしあマラドーナうめえな相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームの相手の時は攻めている時こそ相手をケアすることが必要ですよね。うわやべ抜けてきた、ここね、うわあ、あ、持ってたんだ持ってた今で滝藤さんから、滝藤さんからマルディーニね滝藤さんからマルディーニ行ったわ、からの負けれる。てか俺さ、マルディーニさアイコンなんかめちゃくちゃ怖くない確かにすげえさ、目がないみたいに確かに見えたんだよね。うわ風見ろ、そしてフィーゴからナイス、おいおー何来た、おいっつーセクシードにね、あやクリア、タシトさんおーい前椅子があったよしかもさ好意的にやってます。あのビエラがわざと相手に当てて、オフサイド。これね、誘った？ちょっと違う、うん、オフサイドトラップです。で、それでしっかりとね、もうそっちの攻撃になってるしね。いいよ。背中でガード。うお。いい。高い。いい。うわ。え、ちょっと待って。いい。そうだ。早いあれだ。そうだ今めっちゃ強かったもんだって、確かにそうだった、浮かすかなと思ったよ俺も、フェノミナルだ、確かにこういう時さこぼれこれだね、だって早いもん、やばいな、やべえ、あなんか久しぶりにうわこれフェノミナルフィニッシュだって感じだったかも、確かに、うわいやナイス、マーケさんから滝藤さん、オッケーオッケー、危ねえんだよな、滝藤さんなかなかスピードあるしさあるある、パスやってくれるそうなんだよあの人、てか俺そういや結構インザーギにやられてた時期あったんだよな、あのビッグタイムの、確かに決めんのよ、そういう意味ではね結構ねインザーギトラウマのトラウマっちゃトラウマかもしんない、うん、
いいね、ビエさん。え、てか今日ビエラいいんだけど。ビエラ俺さっきからビエラめっちゃパス通されてたし。やるときはね、あの事故るのよ。え、だからこのカゼミロとビエラのコンビいいのかもしれない ね。いいよ。うわー、Bサッカー。あぶねえ、あぶねえ。いや、マケさんもやるな。マケさん、いいね。おぉ、トミヤス。感じ取れなかったね。いや、で、ほんと嫌なタイミングで裏抜けしてこうとすんだよな。強いな。いい。いいよ。こいつ。くっそ。なあ、オッケーオッケー。今日いつもより守備固い感じするぞ。全然ゴリゴリだ。全然飛んでんだけど。変え、また戻したんだよね。やっぱシンプルなやつに。硬いな。やっぱあの方が密度が濃いわ。おナイス。あ、まずいぞ。ああ、ナイスフィード。おい、滝藤さん信頼しすぎだろ今の。フィーゴきついぞ今のパスは。滝藤さん、滝藤さんまあ早いけども。そう。いいね。あっ、いや。やっぱ守備がね安定してるとやっぱ攻撃がね、守備安定しないとずっとボール取れない状態続くからな。いいよ、インザーギさん。あ、このカウンター怖いんだよね。いいです。あ、これはどう、ベイル、ベイル。うわー、 あ、前はダメだ、オフサイドになるぞ。やばい、ベイル。うわあ、危ねえぜ。落とせんのよ、回せんのよ。やばいやばいやばい。やだ、いったな、あれ。え、素晴らしい。素晴らしい。やっぱトップ下に戻してよかったよ。うわあ、ベーリンガム。しかもあの特殊ダブルタッチ。いや、なんかね、今ね、逆エラー思考だと思うんだよ。え、逆エラー思考発動しちゃったんだよ、ミスって。ほら、あ、ほんとだ。えへ、ー、嘘。やべえ、2点差か。ノイス。勝てえ、マジでビエラ今日。いや、いいな、硬い硬い。なんか負けれるみたいになってるぞ。うわ、えっ、あぶねえ。やばい、素晴らしい。めっちゃ攻められてる。めちゃくちゃマラドーナも効いてるわ。ちょ、ジェラードに変えてデヨングいきます。ファンダイクに変えてライカールト。いや、俺ゴリゴリ入れよう。ゴリゴリメッシもいい。うわ、じゃあこれシェクチェンコ行くか。じゃあこれシェクチェンコ行くか。シェフチェンコ嫌なんだよな。3交代。やっぱね、ムバッペがね、うまくいかないときはね。交代だと厳しいからね。あ、そうそう、3交代制で回す。3交代が一番やっぱ経験的にいいから、うん、うわ、怖っ。守備守備守備。うわ、取った、やばい、やだな。フィゴー、この時間で1点。まずはレオン。おー、いいね、マルさん。こいつらレオンに頼りすぎてんな。いや、マジか、いける。うわ、マジで、やばいやばいやばい。あ、いる、ビエラいた。うわ、クソ、ビエラあいつ守備戦じゃねえのかよ。ちゃんと攻めてきてんぞ。えぇ、おー、あぶねえ。メドベドで、こっち PP にするか。やだな。なんか前の週1週間はさ、うん、コンディション D だったもんで PP 使えなかったんだけど。うわ、マジか。うわ、カマビンガ、カマビンガもいいんだよな。うわ、マジか。テュラムとかもほんとなんかイノシシなのにさ、突っ込んでくるからさ、マジで取れん、取られんだよな。いや、お前強いんだよテュラム。なんか勝負の間を与えさせないというかさ。お、これが抜け出し？抜け出してだよ今。インザーギ怖えな、普通に。インザーギ結構いい感じ流れやんな。あ、怖い。さ、PP ペドリから。え？うわ、おい。いや、危ない。惜しい。つながるな。あー、超えてきちゃった。え？
やべえ、この形きつい。うわ、ナイスキー。いいじゃん、まだある。うわ、フェノミナルだ。フェノミナルだろ今。もうこの体勢からでもとか、まさにじゃん今。これすごいよ、はやっ。え、結構危険だな。え、インサイト、え、素晴らしい。おい、オッケー。え、トミヤス、トミヤスだ。インザーギと、うん、ロナウドとかもヤバそう。あ、理不尽。バレットヘッ ド, ヘッドもあるし、フェノミナルフィニッシュ。刈り取ってる。よしよし、いいんじゃない。おー、ヤバいぞこれ。うわ、いやー、あ、おい、来た。何後ろにパス出してんだよ。ナイスキーパー。あぶねえ。ちょっと今日まずいな。いや、今ここでインザーギーいたらフェノミナル。あー、そうか。お、やばい。何、やばいやばい、ミスター頼むぜ、1点まずは。これやばい、これや、嫌な展開やん。よし、滝藤さん、あぶね、キープしろ。よし、やだ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 。あ、ナイス、走る走る走る、ゴリ、あぶね。さあ、ピーピーペドリ、ナイス。うわ、やだ。あ、おおお、え、嘘嘘嘘嘘嘘。あ、ちょっとラッキーな、ラッキーなパス来たけど。はいはいはい、行こう。やべやべやべ。ナイス、いいとこ。あ、ディスク、マジで、よっせ。いや、くそ、危ねえ。いや、いい足だったんだけどな、ディスク。ちょっと今、切り返せなかったらやばかった、マジで。インザギ。あ、スタミナ意外に残ってんだよな。マジかよ。ふいはっ、お、タクトさん、おお、なんか、技か。あ、レオン、ナイスナイス、負けれれ、マジか、負けさんいんのよ。え、落ちた。え、レオン、危なまたこの終わりがけになってやっと攻撃が。危ねえよ。いいいいいいぞ、もうちょいもうちょい、こうかましてくる。こっちかい。あれ、どう、あ、どうやって、あれ今完全に、いや、俺もこっちだと思ってたんだけど、コーナーキックの準備しちゃうわ今。あー、抜けた、抜けた、うわー、素晴らしい。おい、素晴らしいよ、あなたスライディングタック持ってたか。お前、レオン足痛かってたぜ、マジで。あ、やべ、あ、やばい、変なとこだった、やらかした。ゴリゴリね。うわ、強い。うーわ、さすがにやらせらんねえ、あいつには。強っ、メッシュゴリゴリすぎんだろ。メッシュ強すぎたわ。うわ、インザーギ、えっ、よし、メッシよしよし、メッシナイス、素晴らしい、てか強い、インザーギ。うわ、予想以上の活躍。いや、これはや、これは強かった。おい、ガチスカット対決で勝ってたっつのによ。これはちょっとジョルジーニョさん申し訳ないけど、あんたの意見正解だったよ。